すげえ強い今日。びっくりするぐらい強いな。ちなみに、なんか、ラシード・ユリアン、最近はユリアン・ユリらしいですよ、なんか。そうなんだ。もともと、このバージョンになってからはずっとそういう雰囲気あったけどね。あ、そうなんだ。俺、対戦部屋とかで見てると、うん、完全になんか、立場逆転したなっていうか。ディアン側が、うん、なんか生物としての強さで上回ってる感じですよね。まあそうだね、体力もあるし火力もあるしスキルに強いし、モケ一生ユリアンのこと叩いてますからね、マジで。それはなんかね、あれだよ、やっぱ恨みが、そのいや、らしいドクソ、らしいドクソって言われ続けた恨みが、ああそうか、そうか、人の痛みはね、やっと分かった。完全にやり返す形、うん、このゲーム最強キャラ一人決めるとしたら誰やと思うっていう議論をしてたら、うん、もう決まってるじゃないですか、最強キャラ、ユリアンでしょしか言わないんですよ。何を言ってるんですかみたいな、このゲーム最強キャラユリアンですよって言ってくる。あ、ここもユリアンなんだなあ。これ結構ユリアンっすよ。あ、そうなんだ。まあそうだよね。あ、でもスキルも1なんだ。そう、これスキル1回貼ると大タックル1回ぶっ放せるんですよ、これ。ああ、そっかそっか。受けれるか。そっか、アーマーで。そっかそっか。受けれるし、そう、これ、センターガード、加賀マイナー3ぐらいまでは余裕で作れるから。うん。うわ、うわ、入った！これワンチャン。ワンチャンどころか、もう有利ですね。いや、もう。さあ、もう有利やな、これ。さあ、さあ、おー、しまいだ！すごいなぁ。いつきっぷしないなぁ。やるぅ、すごい。でよくしないだな、今。で、そう、これ、いや、EX リード、EX タックル、マジで終わってて、ダルシムさん。やばい、確かに。確かに。めっちゃガン見してしゃがみチューパンとかですね、EX ミーは。ああ、うわ。それか、スラで潜る。あ、スラで潜るのが、そうそうなんです。そういえば、あの人、モチさんがスラダ潜ってやってたね。そうそう。うん、ああ、で、かわすってことか。そう、裏に行って。そうそうそう、かわす。くぐるって感じだね。けど、まあ、多分普通のユリアン、ダルシムって多分こんな感じになるんですよね。もう、ユリアンが永久に突っ込んできて、みたいな。なるほど。もう、期待値でひたすら押されて死ぬみたいな。そう。で、途中、道中ちょっと裏目っても、いや、最後別にエイジスあるからいい。まあ、そうだよね。ああ、そうだよね。っていう組み合わせです序盤が、ね、めちゃめちゃ若い頃めちゃめちゃやって最後、まあ金持ちの親父に消していそういうスタイルだよね。若い頃のヤンキーなんか、そう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 、わけわからん商売で成功するみたいな感じです。そうなるほどね。成功すれば成功したら別にそれでいいし、そうだね、ダメでもまあ親父いるしみたいな。例えの秀逸さがやばい。そう、いやもうこれ全然まだ全然ない。 うわマジか、あんまり来ないんだマジで。ただまあ一応トリガーが来ないっていうのが救いなのかな、これ。あっ、ギリギリ来るか。さあ、ただ今度スパコン出れば勝ちでしょ。そうですね、まあ、そうだね。スパコンルートならそれしかない。一応ドリルかぶせると4フレキャラやから結構いい攻めはできますね、ダルシム。ああ、うまい。これ投げは安全なのね、パナッシュでも大丈夫だ。うわ、今のあの歩き、あの何、あのガードの中足をしっかりね、ガードしても上手かったね、とりあえずね。あれでも、もうこれでも多分最速小技で打ってれば割り込めたっぽい感じだね、今ね。うん、4フレ3フレ割り連動してれば多分下がってないから今だけ、うん、そうですね、うん、ちょっとまあ、ただ、さすがにきつい場面でしたね。もう一回投げただけでもまだ勝たへんしっていう場面やったから。なんか流星がでも持ちさんにガンシバレしたらしいけどな。あ、スタイルが違うのかな、あいつは。あいつ待つからな。まあそれか、やっぱダルシム使い、そのもうユリアンに対してのなんか防衛機能は備えつつあるんですよ。うん、なんか基本的なキャラ対してないユリアンに対してはこれで追い払えるぞみたいなのは多分あるんですけど、なんか時野さん、ユリアン・ダルシムちょっと詰めた可能性とかあるから、やっぱ。ああ、だって豪気出さないんだもんね。てか豪気ダルシム、普通にダルシムいけるっぽくないですか、なんかあれ。あれはそうだね、それは思う。うん、まあユリアンっていうカードがあるなら絶対ユリアンやと思いますわ。
にしても V スキル払んなこの人すげえなユリアもうガンガン行くぞいやもうタメキャラとは思えない全身の仕方っすかマジですげえかっけえ男だなてか男だけど今回ユリアンの方が多く出してないそもそもなんならユリアンの方が今連動高いんじゃないのかっていうぐらいの相当やり込んでるよねあこれ上手これ買うかセスにはうん行ったかな多分ねセスにもユリアンやと思いますトキドさんあはいはいそうだよねうんゴーキセスちょっとセスっぽいからでゴーキはそんだけきつくなったもんってことはいやユリアンが強いっていう方が正しいかもしれないですねいやゴーキ自体は強いからね、うん、変わらずなんか台湾去年の台湾の新 PT 時々さ、はい、俺は何があっても豪気使いますみたいなどんだけ弱くされてもでこれでこの画面見てんの俺あほらほらほらまたほらほぼほぼ P が来ましたまたほらそうだねなんか何かあったんだろうなって思えないよねやばくないですかあの波動拳1回も打ってないですからね、うん、そうだよねゼロ確かに全部タックルと2位だもんね。てかあれかなガチ君にもユリアンで行くのかな下手したらいやありえるありえる全然ありえると思いますよ肩か膝しか使ってないもんね肩膝足手頭いやすげえなマジでいやこれすごいよすげえなと思うのがまだ強いじゃん豪気そうですね、どっちも確かにめちゃめちゃうまいですからね、うん、あいやいや、そのキャラがね、ゴーキっていうキャラが相変わらずすげえ強いキャラだと思うんだけど、うん、そこでもより、より強い方に行くっていうのが、すごいなと思う。そうだよね、うん、95と98で98いくみたいな。そうだね、まあ、時々しちゃ時々しちゃ。さすがですね、いや、妥協しない。大根一本買うのも、いやー、隣のスーパーの方が3円安いんだよねとか、普通に言いそう。言いそうな感じですね。確かに。言いそうだね。うん。かなり言いそう。座長のなさがすごいな、確かに。あ、でもこれ、でもさすがに時で勝っちゃうな、これは。まあ、なんかもう、内容的に。うん。うん戦車と竹槍みたいな感じするね、ダルシム側からすると前半うまく槍を押せて後半ちょっとエイジスクラっただけやのに10割まくられるみたいな試合1回でも起こるとマジでアホ臭いなってなるんですよねこれ。うん、だからね、しかも別にこれ、はい、エイジス作ってないからねもはや確かにそれ以前の問題だったけど膝と肩で何とかしてるかなこれ前半よりエイジスある後半の方がむちゃくちゃ強いですからねこのキャラ。確かに。前のみだ。ガチ君よりマイクなの。ステップ。おお。うまっ。うまっ。めっちゃうまい。今めっちゃうまい。くそうまい。時のむっちゃうまかった今。今の東大。東大だったの今の。東大今の。ファイヤーを EX セットでコンボに切り替えてうまかった今あの今までの試合見てこのユリアン東大って当てれるやつおらんかったけど今ので初めて当てれますねちょっと東大っぽかった今東大っぽされたうまヘッドがそっか無敵で無敵長いですからねしかも、うん、そうねコンボあれ反撃入んねんだ今のプレーはうまかったからこの流れ絶対時戸だなこれ多分あーそうっすね今のは超でかいっすねうんやばい歩いて肘やりまくってるやばいわ今あーしかもこれ燃えないでもこんな食らっても別に何にも起きないんだろうなって入ったかおあ今ミスったねまあいや、うん、今ミスった、ね、今ミスったシャミチューパンカウンターからスパコンいけるいや中中タックルだわ、ね、あ中中かタックルうん中中タックルいやもう、うん、これ絶望っすよマジでガードの発動されたら終わりっすよマジでまだ一あーおー頑張ったわーさまだ一応生きてるデリブでアタック必要な中断絶対 EX2 そんな早くないんだよ EX2 と EX3 あ、ミスったミスった EX2 あ、ほら今の EX2 ミスやがいや、はい、おいバックジャブ大キック EX2 もう一回 EX2 もう一回 EX2 ユリ取ってユリ取るユリ取るいや、俺タックル来ると思うなタックル来ると思うな俺は EX2 だと思います俺も EX2 ベッドで絶対ユリ取ってシミとかんだけどあ、タッチ受け打たない冷静なんでもよかったんだな、もうな。なんでもよかったんだろうね、多分ね。いやー、これはさすが、ちょっと、
時田さん強いわ。まあちょっと分かる気がした。ユリアン使う意味がちょっと分かる。ユリアンとゴーキー相互作用ちょっとありそうなんがいいっすよね。うん、ゴーキーできついキャラにユリアンの方がいけるみたいな、なんかそこそこありそうやから、ね、こういうめんどくさい系はね、もうユリアンでいくみたいなね。確かに、うん。